平野翔と紅葉のコラボレーションという夢のような組み合わせが実現。平野翔が紅葉を先生と呼ぶ理由。二人の絆とコラボへの熱い思いに迫る。平野翔と紅葉のコラボレーションはまさに夢が現実になる瞬間として多くのファンに感動と期待をもたらしています。翔が紅葉の一歳合切を初めて聞いた瞬間から始まったこの夢の物語は 二人の音楽的な成長と革新を象徴するものとなっています。このコラボレーションは単なるパフォーマンスにとどまらず、音楽シーン全体に新たな可能性を提示する重要な出来事です。ショーがレコーディング中にクレバを、先生と呼ぶ場面は、二人の間に深い信頼関係が築かれていることを感じさせます。クレバはショーの音楽的な才能を引き出すために、彼に対して優れたアドバイスを送る一方で、 ショーもまたそのアドバイスに全力で応える姿勢を見せています。このような相互作用は、彼らのコラボレーションをより一層強固なものにし、音楽的にも視覚的にも圧倒的なパフォーマンスを期待させる要因となっています。このコラボレーションが注目される理由の一つは、2人が持つことなるバックグラウンドが、音楽的な化学反応を引き起こす可能性を秘めているからです。ショーはダイナミックなダンスと歌唱力で知られ、 クレバはリリックの深さと独自のヒップホップスタイルで多くのファンを魅了してきました。それぞれが持つ得意な才能が融合することで、これまでにない新しいサウンドや表現が生まれることが予想されます。また、このコラボレーションを通じて、音楽業界全体にも新たな波が生まれることが期待されています。若手アーティストとベテランアーティストが共にステージに立つことで、新しい音楽的価値観が提示され、 多くのリスナーにとって魅力的な新しいサウンドが誕生するでしょう。クレバのこれまでのコラボ経験からも、このコラボレーションが彼自身にとっても新たな挑戦であり、自身の音楽スタイルをさらに進化させる絶好の機会となることは間違いありません。さらに、このコラボレーションは、ファンの間での期待感を一層高めています。SNS 上では、どの楽曲が披露されるのか、 またどのののような演出がが取り入れられらるのかについての予想が飛び交いコラボレーション当日への期待感が日に日に増しています。「一歳合切や「くればいいのに」といったクレバの代表曲がどのようにアレンジされるのか、そしてそれにショーがどのように応えるのか、ファンにとっては待ちきれない瞬間でしょう。このような期待の裏には、ショーがクレバとのコラボレーションを通じてどのように成長し、新たなファン層を獲得していくのかという興味もあります。 小はこれまでも多くのチャレンジを乗り越え、その都度新たな一面を見せてきましたが、今回のコラボレーションを機に、さらに多様な音楽的な表現に挑戦することが予想されます。また、クレバ自身もこのコラボレーションを通じて、彼の音楽の幅をさらに広げることができるでしょう。特に興味深いのは、小が全事務所で培ったパフォーマンスの技術をどのように活かすのかという点です。彼のダイナミックなダンスは、 ククレバのののリリックとどのように融合するのかファンにとっては大いに期待が高まるポイントです。さらに、ショーがフライングと呼ばれる布を使ったパフォーマンスを取り入れる可能性もあり、これがコラボレーションのステージにどのような影響を与えるのかも興味深いところです。また、クレバのライブを見たことのある観客が、ショーとのコラボレーションによって新たな視点を得ることを楽しみにしている様子も見受けられます。 音楽的に異なるスタイルを持つ2人が共演することで、ファンにとっても新しい音楽の楽しみ方が生まれるかもしれません。こうした期待が、2人のコラボレーションに対するポジティブな反応をさらに強固なものにしています。さらに、このコラボレーションが成功すれば、音楽シーン全体に新たなトレンドを生み出す可能性もあります。若手アーティストとベテランアーティストが共に作り上げる新しい音楽の形は、 多くのリスナーにとって新鮮で魅力的なものとなるでしょう。これを機に、他のアーティストたちも新たなコラボレーションに挑戦し、音楽業界全体が活性化することが期待されます。最終的には、このコラボレーションがどのような成果を上げるかは、ステージ上での2人のパフォーマンスにかかっています。彼らが持つ才能と情熱が融合することで、観客にとって忘れられない一夜となることは間違いありません。 コラボレーションの成功が今後の音楽シーンに与える影響は計り知れず、これが新たな音楽的なステージの始まりとなることでしょう。あなたはこのコラボレーションについてどう思いますかこのコラボレーションは音楽ファンにとってただの一つのイベント以上の意味を持つ。若い世代の象徴である平野翔と日本のヒップホップ界をけん引してきたベテランであるクレバの出会いが時代を超えた融合を示す瞬間なのだ。 これまでにも多くのアーティストが世代を超えて共演し、新しいサウンドや表現を追求してきたが、今回のコラボは特に注目を集めている。というのも、二人のバックグラウンドが異なるだけでなく、その音楽性やファン層も大きく異なるからだ。これが逆に新しい音楽を生む原動力となる可能性が高い。例として、かつての音楽シーンを振り返ると、ジャンルやスタイルの壁を超えてコラボレーションが行われたことにより、 新しいジャンルが生まれたりアーティストのキャリアが新たなステージに進むことが多々あった。例えば、ポップとロックが融合して生まれたポップロックや、ジャズとラテン音楽が交わったフュージョンなどがその典型だ。平野翔とクレバのコラボレーションも、そうした革新の一端を担う可能性がある。特に、2人の音楽が持つ特徴をどう融合させるかは、ファンだけでなく音楽業界全体にとっても大きな注目ポイントだ。 また、今の時代におけるコラボレーションの重要性は、単にエンターテインメントだけでなく、社会的なメッセージや文化的な影響をもたらすことがある点にある。クレバはこれまで、音楽を通じて社会問題に触れることも多く、そのリリックには深いメッセージ性が込められている。平野翔もまた、エンターテイナーとしての一面だけでなく、彼が担う次世代のリーダーとしての役割が期待されている。音楽を通じて、 若い世代に影響を与える彼らの共演が、どのような形で次の世代にメッセージを伝えるかも、興味深いテーマだ。さらに、このコラボレーションは、ファン同士の新しいコミュニティ形成にも寄与している。クレバのファンと平野紫のファンが SNS やイベントを通じて交流する中で、互いの魅力を再発見し、それぞれのアーティストに対する見方が変わることが予想される。こうしたファンベースの拡大は、 アーティスト自身の成長にもつながり、さらなる音楽的挑戦を後押しするだろう。特に SNS の時代において、ファンの声はアーティストにとって大きなインスピレーションとなり、その影響力も無視できないほどに大きい。一方で、今回のコラボレーションに対して一部の音楽評論家からは懸念の声も上がっている。それは、世代や音楽ジャンルの異なるアーティスト同士のコラボレーションが、本当に成功するのかという点だ。 過去には、異なるスタイルを持つアーティストが共演することで期待以上の成果を上げた例もあれば、逆に双方の良さが打ち消し合い、ファンの期待に依頼られなかったケースもある。こうした背景から、クレバと平野翔がどのようにお互いのスタイルを融合させ、成功に導くかが鍵となる。しかしながら、音楽におけるコラボレーションは、常にリスクと挑戦を伴うものだ。新しいものを生み出すためには、 既存の枠を超える必要があり、その過程で生じる摩擦や試行錯誤があるからこそ、革新的な作品が生まれる。今回のプロジェクトもその例外ではないだろう。クレバの経験と知識、平野章の若さとエネルギーがどのように組み合わさり、新しい音楽を生み出すのか、そのプロセス自体が一つの物語としても楽しみだ。このコラボレーションが成功すれば、それは音楽業界全体にも大きなインパクトを与えるだろう。 若手とベテラン、異なるジャンルのアーティストが交わることで、新しい音楽のトレンドが生まれるかもしれない。今後、他のアーティストたちもこうした異業種間のコラボレーションに触発され、新たなプロジェクトが次々と誕生することが期待される。最終的には、このコラボレーションの成否はファンやリスナーの反応次第だ。音楽は感性に訴えかけるものであり、理論や技術だけでは計り知れない部分が大きい。 平野翔とクレバがどのようなパフォーマンスを披露し、その瞬間にどれだけの共感を生むかが、このプロジェクトの本当の成功を決定づける要素となるだろう。そして、平野翔自身もこの経験を通じて大きな成長を遂げるだろう。彼はこれまでのキャリアで多くの挑戦を乗り越え、新しいステージへと進んできた。その過程で得た経験が、今回のコラボレーションでも存分に活かされるはずだ。 クレバという尊敬するアーティストとの共演を経て、彼がどのように音楽的に進化し、新たな一面を見せてくれるのか、ファンの期待は膨らむばかりだ。最後に、このコラボレーションは音楽ファンにとって一つの、夢が叶う瞬間でもある。アーティスト同士の科学反応がどのように音楽に表現されるのか、そしてその結果がどのようにファンの心を揺さぶるのか、期待感が高まっている。このプロジェクトは、 今後の音楽シーンに新たな風を吹き込み次の世代に向けたメッセージを届けるものとなるだろう。